今回は寒くなってきた季節にぴったりの体が温まるクリームシチューのレシピ。シチューにはホワイトソースが欠かせなくなってきますけども、ダマになったり焦げやすくしたりして何かと失敗しやすいので、今回はフライパンを使ってそういった失敗がなくなるような作り方を紹介していきます。食材の方は玉ねぎをベースに好きなものを用意してください。まずは玉ねぎをカットをしていきます。今回の作り方はこの玉ねぎの甘みをベースにしていますので、必ず用意してください。ソースのベース兼具材にも使っていきたいので、スライスはある程度の厚さを持たせてカットをしていきます。カットしたらソテーオニオンを作る前に電子レンジで2分ほど加熱をして時短調理をしていきます。他の食材はなるべく火が入りやすいように大きくなりすぎないようにカットをしていきます。お肉や魚介類を使う場合はあらかじめ塩と胡椒で下味をつけておきましょう。黒胡椒を使うと黒いつぶつぶがソースの中に目立ってしまうので、なるべく白胡椒を使ってください。まずはフライパンでバターを使って玉ねぎをソテーしていきます。バターがなければもちろん油でも構いません。バターが溶けたら先ほどの玉ねぎを加えていきます。すでに甘みが出てきて柔らかくなっているんですけども、もう少しだけ甘みを出していきたいので軽くソテーをしていきます。この後他の野菜もソテーしていくんですけど、気をつけてほしいことは強火で野菜をあまり焼きすぎないことです。通常でしたらしっかりと焼き目をつけて香りや香ばしさを出したいところなんですけど、今回はホワイトソースなのであまり焼き目をつきすぎてしまうと後々の仕上がりが少し茶色くなってしまうので、あくまでも弱火から中火程度でじっくりと甘みを出して火を通すことをイメージしてソテーをしてください。玉ねぎを少しソテーしたら、今度はブロッコリー以外の野菜を大体じゃがいもの表面が少し透き通る程度までじっくりソテーをしていきます。次に鶏肉を加えますが、こちらも軽く表面が白くなってくる程度で大丈夫です。食材がすべて炒まったら、ここに小麦粉をすべて加えていきます。小麦粉が入ったら食材一つ一つにまんべんなく絡ませるようなイメージで、あとは少し粉気を飛ばすような感じで弱火から中火で焦がさないようにソテーをしていきます。通常のベシャメルソース、ホワイトソースの場合は小麦粉とバターでしっかりと粉気が飛ぶまでかいてから牛乳で伸ばしていくんですけど、その段階で結構ダマになったり焦げついたりしやすいんですけど、今回みたいに食材にあらかじめ粉を絡ましておくと食材の水分を小麦粉が吸ってあらかじめ少し馴染んでくれますし、あとは粉の中に直に牛乳が入るわけではないので少しずつ溶け出してダマもできづらいです。粉を加えて大体2分程度炒めたら、ここに冷たい牛乳と顆粒のコンソメやブイヨンをまとめて加えていきます。冷たい牛乳をまとめて加えると、ダマができたりするんじゃないかと思うかもしれませんが、こうするとフライパンとルーの温度も下がってくれて、牛乳と一緒にゆっくり温まってくれるのでダマができづらいです。あとは今回テフロンのフライパンを使っていますので、よっぽどテフロンが剥がれていなければ焦げついたりすることはないと思います。ただこういった感じで沸かしながら食材についている小麦粉を少しずつ溶かしながら混ぜていくんですけど、普通の木べらを使ってしまうとそこが傷がついてしまうので、こういったゴムべらを使うことをお勧めします。全体がふつふつした頃にブロッコリーを加えていきます。でこんな感じで全体が沸騰してくると小麦粉に火が入ってきて急に濃度がついてくるので、ここでしっかりと、ダマができないように混ぜながら沸騰させてください。あとはじゃがいもや人参に、しっかり火が入ってきて、用意している方は生クリームを加えてもらえると、さらに美味しく作れると思います。濃度に関してはある程度煮た後に
牛乳を使って濃度調整をしていただけたらと思います。